ホセ・ミゲル・デ・バランディア・ラン・アイエルベは、スペイン・ギプス・コア県、アタウン出身の民族学者、考古学者、聖職者、バスク人、ホセ・ミエール・バランディア・ランなどと表記されることもある。サンティマミニエ洞窟にある、バランディア・ランの石像ナバーラ県との県境に近い、ギプス・コア県、アタウンにあるバセリにて、ホセ・ミゲル・デ・バランディア・ラン・アイエルベは1889年12月31日に生まれた。 父親はフランシスコ・アントニオ・バランディア・ラン。母親はマリア・アントニア・アイエルベであり、彼らの9人の子供の罰子だった。信仰心に熱い母親の助言により、14歳の時に近隣のバリアラインにある神学校に入学し、その後アラバ県ビトリアにある上級人学校に入学した。1 9十四年十二月にはブルゴス県ブルゴスで聖職者の資格を得て、 また1915年には、ブルゴス神学大学で神学の学位を取得した。被災に除解されて、すぐ1916年頃には、アララール山地で、バスク文化の民族学的研究と、考古学的研究を開始した。民族伝承に関する重要な研究を行い、バスク神話に関連する物語を収録した。バランディアランはスペイン語とバスク語の双方で、執筆している。 ドイツのライプツィヒ大学哲学教授で、民族心理学、全塾巻の著者であるビルヘルム・ブントの教えは、その後の人類学的、民族学的研究の道筋を作った。1916年夏に、バランディアランはサングレゴリオ城を探検する一方で、アララール山地のアルガビ山海で、戦士時代の史跡簿を発見し、まだ若かったバランディアランは、バルセロナ大学教授で、 人類学者のテレフォーロアランサディに手紙を書いた。アランサディは、アララール山地のナバーラ川斜面で似たような遺跡を発掘していたためである。1917年の夏、オビエド大学教授で、地質学者のエンリケ・エグレンとバランディアランは、ギプスコア県のアララール山地で、初の発掘調査を行った。アランサディ、エグレン、バランディアランの3人は、戦死時代の遺跡の調査チームを組み、 スペイン内戦の勃発でチリジリになってしまう1936年までに数多くの調査や発掘を実行した。フランス人考古学者のアンリ・リブレー、ドイツ人人類学者のヒューゴ・オーベルマイヤーなどとも交流している。1921年にはバスク民族学会を設立し、バスク民族年間、バスク民族などを観光している。1922年にはアランサギと共に、 ヨーロッパを回って様々な博物館や機関に立ち寄った。ありがとうございます。